はい、今日のせかっちゃん、ともりょうです。本日、10月の3日、火曜日。晴れ時々曇り時々、強風という、忙しい一日でした。ね。定時を迎えて帰る方も、まだお仕事の方も、お疲れ様でした。はい。ということで、まあ今日の話、まあ、前回ね、まあ YouTube、まあ YouTuber になりたい方必見みたいなね、動画を上げました。で、今回はまあそういう感じではないんだけど、まあこれ前からいろんな人から、質問もらってて、でまあリアルの方でもね、先輩だったりそのね仲良く、させてもらっている方々から、まあどうやってやればいいのかと、どういうふうに撮影してどうやって編集すれば、いいんですかみたいな、話を、聞きます。で、まあそんな中でね、まあスマホでも動画編集できますよっていう、話をね前からしてるんだけど、まあその、動画をつなぐ、それから、BGM を入れる、エフェクトをかけるとかね、そんなのも最近のそのアプリ使ったりで、結構ねかっこいい動画っていうのが作れるんだけど、今回は、iMovie、でかっこいい動画作れるよという、お話をしていきます。まああのね、昨日の、夜中12時過ぎかなに、メインチャンネルの方で動画を上げました。まあ、カラフィカサムでの新しい、PV っていうことで動画を上げたんですが、それがこちら。こんな感じでね、まあ、軽く作ってみたんですが、でね、まあ、その後で、ホラームービーみたいなのをちょっとね作ってみたいなっていうのを前々から思ってて、で、まあ、そのアプリを使って、作ってみたんですが、あのね、ここ2、3日かな、まあ、何年か前にもこんな話はあったんだけど、あのね、フラッカーっていう、継続的に、利用すると、漏れなく、ゾンビになれるという、お得な、薬物の、話、そんなのがねツイッターにちょこちょこと上がってます。で、これこのままいくとなんか映画化されそうだなって思ったんで、ちょっと作ってみました。それがこちら。And Florida, especially hard. Florida is now the. Whether the animals or humans, they can actually fill the body.
で、メインチャンネルの方に動画を上げたときに、なんか予告編みたいですねっていう、コメントいただきまして、まあ確かにそうだなと思って俺も見てたんだけど、ある方から、LINE してるんだけどさ、リアルの方ともね、この仲いいんだけど、その方からね、iMovie ですよねっていう、コメントをいただきまして、皆さんご存知でしょうか、この iPhone じゃねえ、iPhone、にはですね、もともと iMovie という、動画編集アプリが、入っているんですね。知ってる方も、いると思います。ただね、使ったことないっていう方も多いと思うので、そのアプリを使うと、いろんな動画作れます。その家族向けだったり、何かの PV ね、カーライフの動画みたいな、ものも作れれば、ホラー映画さながらの、プロモーションビデオが、予告ができるとね、あれエンディングに2018年7月10日かければね、日本上陸みたいな、気になるぐらいなクオリティになったかと思います。まあそんな感じでね、その他にもいろいろ、こうジャンル分けされてたので、使ったことねえなあっていう方は、一回覗いてみてください。で、この動画、今撮ってる動画も、iMovie で編集して、上げてます。なので、いらないんだよね。そうで、なんかね、アップデートがあったんだけど、11点何々みたいな。で、カメラの画質の向上っていうのも書いてあったんだけど、もしかするとこのインカメ、内カメも画質の向上されてるのかなと思ってます。なんか見てる画面がちょっとね、ちょっと綺麗なので。で、これからね、iPhone8 に変える方、iPhone10 に変える方、俺ちょっと10にしようかなって思ってるんだけど、そっちはなんか画質かながかなり、もうデジカメなんて時代遅れたぐらいな感じのクオリティで、撮影できるっていう話なので、正直ね、ちょこちょこ撮影する人たちからすると、ありがたい、端末になるのかなと思ってます。なので、新しい、カメラを買って、何万もするソフトを入れて、かっこいい動画を作るのもいいけれども、まずは今あるものを使って、ぜひいろいろチャレンジしてみてください。このアプリ使えばね、仲間内の壮行会の、予告とか、ツイッターでほら、ミーティングみたいな、よくこうね、自分で画像作ってあげてる子たちを見るんだけど、画像も分かりやすいけど、動画でね、過去の動画をつなげて、こんな感じでミーティングやってますっていうような、紹介もできるのかなっていうのがあるので、ぜひ、使ってないんだと、入ってんのを知ってたんだけど使ってないんだと、そもそも入ってんのも知らなかったという方は、ぜひ一度チェックしてみてください。ということで、本日の動画は、iPhone をお使いの方、iMovie というアプリを使うと、クオリティの高い動画が作れるよというお話でした。では。